というと思っていっぱい買ってきちゃいました。これでしょ、これは以前のラーメンが大好きな女の子の続きのお話である。いい、おはよう。待ってたよ。みんな待っててくれてありがとう。かまいません。私は授業中に急にお腹が痛くなり、原因不明で2ヶ月入院をしていた。ミミ、もう体調は大丈夫なの？うん、ちょっと時間はかかっちゃったけど、今はもう大丈夫だよ。マジで心配したんだよ。二人とも、ごめんね。なんで謝るの？ミミが謝ることじゃないよ、ね。あ、そうだ、先生、あれ渡したら。じゃーん。どうしたの、こんなにたくさん。ミミの退院祝いだよ。ミミラーメン大好きだからトミちゃんと二人で買いに行ったんだ。ねえ、ね。ちょっと二人ともイチャイチャしないでくれるかな。え？嘘だよ。ラーメンたくさんありがとう。ラーメンたくさん食べてエネルギーつけてね。うん。まさかラーメンでこの後あんな大変なことになるだなんて、この時は思ってもいませんでした。いただきます。あー、美味しそう。うん、うん、うん。ミーミー、昨日まで入院してたとは思えないね。元気になって本当よかった。入院してる時みんなからもらったラーメン取り上げられちゃってさ、だからラーメン不足だったんだよね。え、取り上げられたってあのメガネの医者に取られたの？メガネの医者？多分そうかな。あいつミーミの好きなラーメン取り上げやがって。許さねえ。まあでもあの病院に行くことはもうないからさ。ミーミー、救急車、救急車。ミーミー、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 ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。今からミーミーさんの緊急手術を行います。いきます。メス、おい、このヤリシャ、ふざけんな。ミーミーを返せ。え、やめしが！ちょ、なにな、おい、なんだよ、うるさいな、君たち。また君たち？ここ病院だよ、何やってんの？またミーミーからラーメンを取り上げる気ですか？もう、ミーミーもラーメンも返してください。てめえ、ミーミーになんかしたら許さねえから、中野くん、やめしがよ！ああ、もう、もううるさいし、声でかい、お前ら。いいか？落ち着いて聞いてくれ。ミミちゃんは今意識がない状態だ。え？意識がないってどういうことですか？意識がなんでないんですか？あんたがなんかしたんじゃないんですか、このヤブ医者が！あ、はい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 。今からいろいろ検査して手術をします。手術の成功確率は 30% だ。嘘でしょ、私ミミがいなくなったら。30% って、それでも医者なのか？ちゃんと勉強してきたのか、このヤブ医者が！あー、もうヤブ医者、ヤブ医者ってうるさいね。俺は優秀な医者だ。変な呼び方をやめてくれ。ミーミーを殺したら許さないから。全力は尽くす。先生、ミーミーさんの心拍数落ちてます。君たちはここで待っててくれ。ミーミー、ミーミー起きて、ミーミー、ミーミー起きて。ミーミー大丈夫？手術は無事成功したよ。私どうしてここに？ミーミーのラーメンは？ミーミーちゃん、目を覚ましたんだね。体調は大丈夫か？はい。ミーミーちゃんはね、学校で倒れたんだよ。それで病院来て緊急手術したんだ。
手術？ミミちゃん、君の病気がやっと分かったよ。え？本当ですか？治るんですか？治らなかったら一生許さないですからね、このやめしゃが！君は一旦落ち着きなさい。それで私の病気って？手術をしていたら君のお腹の中からこれが出てきたんだよね。ラーメン？そう！つまり君はラーメン食べ過ぎ病だ。おいヤブ医者、お前適当なことばっか言いやがってよ。そうやってミーミのラーメン勝手に食べる気でしょ。なんで取り上げるくらいならお前自分で買ってくるわ。ミーミ、こんなヤブ医者のこと信じなくていいからね。やっぱりそうだったんだ。え？二人には言えなかったんだけど、最近ラーメン食べると体調悪くなることが多くて、でもみんながたくさんくれるからなかなか言えなくて。ミーミー、そうだったの？ごめんね、気づいてあげれなくて。ミーミーちゃん、ラーメンは美味しくて食べ過ぎるのはわかるけど、あんまり食べ過ぎるとその何、栄養バランスが崩れて体調が悪くなるから、今後は気をつけるように。はい。先生、ミミはラーメン大好きなんですよ。ミミからラーメン取り上げるなんてかわいそうだろ。こんな嫌。先生はミミのことを思って言ってるんだよ。先生はラーメンを食べるなって言ってるんじゃないんだぞ。ただ毎日ラーメン食べるのは栄養バランスが崩れるから体調が悪くなるぞって言ってるんだ。すいません。あと君、うるさい。あんまり大きい声出しすぎると喉に負担かかっちゃうから。あと彼女に嫌われる？彼女？付き合ってないから。彼女だろ、だって。ごめんごめん。いや、違います。それからミーミちゃんはラーメン以外のご飯もしっかり食べるようになり、もうこの病院に来ることはなくなりました。